Thank you.
すごいね。甘酒のフレンチトースト。甘酒？そう。甘酒大好きなんだ。うん、いただきます。うわ、美味しそう。すごいね。レストランモーニングですね。美味しい。なんか甘酒がさ、コク、が出て美味しいね。甘酒が苦手な人でも食べれます。すぐなくなっちゃう。これはあれ、まだあるの？もうないよ、これは。ないの？ブルーチーズが想像以上に合う。やっぱ両方発酵してるからかな。もう2枚ぐらいあってもよかったよね。じゃあまた作っとくね。で、パンはあるんでしょ？パンもない。パンもないの？うん、あ、そうなの？そっか。美味しいね。スーパーでさ、いちごが多分傷んでて半額になってて。スムージーにして。美味しいね。これはまだある。これはもうない。ないんだ。タラのグラスを楽しくしたんだ。いや、思ってた。かわいいでしょ。なんかコップだけじゃなくてデザート皿に使えそうだね。この丸みかわいいね。
わ、担々麺だ。担々麺です。美味しそう。いただきます。いただきます。味見してないから。あ、そうなの。うん、美味しい。うん、うん、うわ、美味しいね。うん、うわ、美味しい、美味しい、美味しい。うん、麺はどうかな。すごいね。うん、え、豆乳だけじゃないの。うん、豆乳とすりごま。うん、お店みたい。作れるんだね、家でも。こんな簡単で、ナスメージになったの。そう、今日はナスメージです。うん、これも乳じゃない。うん、うん、そうなんだ。これマークタスだから。触り心地がいい。皆さん、こんにちは。ニコのティールームへようこそ。今週も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。飲んでる紅茶が何か気になるっていうコメントもいただいていたのでご紹介すると、こちらが、アムシュティの、ベリーフレジェですね。これは京都に行った時に買ったやつですね。フルーティーな香りがしてすごく飲みやすくて、ちょっと今日はね、アイスティーにしてみました。だいぶ暖かくなってきたので、あの飲み物もね、結構アイスが増え始めてきたので、また爽やかな飲みやすい紅茶とか見つけたらご紹介したいなと思います。少しずつ春に向けてキッチン道具をこう買い足したりとか、あの手直しをしたりしてみました。今回買った中で一番気に入ってるのは、キッチンツールを一つにまとめられる Amazon で購入したスタンドがすごい気に入っていて、バラバラとね、あのキッチン周りがしていたんですけど、ひとまとめにまな板とかお玉とかそういったものを収納できるようになったので、すごい使いやすいです。でね、前回の動画でもあの気になったっていう方がいらっしゃったので、ちょっとご紹介すると、このまな板もAmazon で買ったんですけど、今までその使っていたものが割と薄いまな板だったので、どうしても調理中にこう板が浮いてしまったりとかっていうのがあったんですけど、これは割と厚みがあるので、そんなにお料理中に浮いたりとかしないので、すごく使いやすいのと、半月の形がすごい可愛いなっていうところがすごい気に入ってます。大きさもね、結構程よい大きさなので、まな板悩まれてる方がいたらこれはすごくおすすめです。このまな板もオイル塗装になっているので、今日ご紹介したこのオイル塗装のメンテナンスっていうのがこれからできるかなというふうに思っていて、100均などにもあるこういう紙やすりを使って表面をやすると、割と小傷だったりとか、そういったものも簡単にメンテナンスができて、で動画でもご紹介しましたが、このウォールナッツオイルっていう食用のくるみの油を私は使っているんですけど、これでコーティングしてあげて、このようにね、メンテナンスをしてあげると状態が元に戻って、なんかより一層ね、このカトラリー一つ一つに愛着が持てるので、私は木製のこういったキッチンツールだったりとか、カトラリーをすごく好んで使っています。なんかね、結構木製のカトラリーってこうずっと使ってるとザラザラしてきちゃったりとか、口が当たる部分が少しこう白っぽくなってきてしまったりとかってすると思うんですけど、もう使ってない布とかをこのウォールナッツオイルを
たっぷり染み込ませて、削らなくてもね、あの塗り込んで乾かしてあげるだけでも結構元に戻りますので、すごいおすすめです。ただ一つ注意点としては、ウレタン塗装といって、こうツヤツヤしてるちょっとプラスチックみたいな加工がしてある木材には使用ができないので、気をつけてください。このまな板も結構使ってるんですけど、もう全然傷が目立たなくなったので、すごいいい感じです。こういったメンテナンス用のオイルとかは、あの概要欄にも貼っておきますね。あとはね、買った食器とかだと、このイッタラのグラスずっと欲しくて、なんかこの足つきのグラスっていうのがすごい好きなんですけど、この丸いフォルムがすごく可愛くて、こちらの背の高いグラスも Amazon で買ったんですけど、フォルムがすごく可愛くて、こちらも気に入ってます。あとは店舗で食器を買ったりとかするとき、私結構アクタスで買うことが多いんですけど、このべっ甲のフォークとかスプーン、めちゃくちゃ可愛くないですか。もう一目惚れして、ちょっとこのカトラリーは買ってしまいました。あとは結構こういう横に長いパスタとかカレーとかに使いやすいお皿も探していたので、これもこの柄が気に入って買ってみました。こういう少しテクスチャーがある感じのカトラリーだったりとか食器とか、すごい好きで思わず買ってしまうんですよね。あとはよくご質問をいただくキッチンツールも一緒にちょっとご紹介しようかなというふうに思います。これはね、多分いつも動画見てくださっている方は何回もご紹介しているのでご存知かなと思うんですけれども、茶葉ツリーのキャニスターはもうずっと愛用していて、何個も持っているものです。これは L サイズなので一番大きいんですけれども、パッキンもしっかりしているもので、こう密封してくれるので、こういったあの乾燥オレンジだったりとか、あの紅茶の茶葉だったり、あとはコーヒー豆とかも入れています。サイズが SML ってあるんですけど、こうやって上に乗せることもできるので、すごく使いやすくて重宝してます。であとはこちらも愛用しているんですけど、 IKEA で買ったザルですね。これは多分大きい方のサイズなんですけど、ちょっと小さい方もすごく使いやすそうなので欲しいなと思って、IKEA に行ったらね、買おうかなというふうに思ってます。すごい可愛いですよね。でもこれ多分2000円もしなかったような気がします。すごい安いのにしっかりした作りで、これも気に入ってます。フルーツとか入れても可愛いですよね。はい、で次がですね、ヘイで買ったバットですね。ちょうどいい大きさで、この前ドーナツを作った時にご質問をいただいたんですけど、このね、斑点の柄がすごい可愛くって、なんだろう、お料理のテンションを上げてくれるバットです。こちらオーブンとかにも使えるので、たまにね、こうじゃがいもグラタンだったりとか、このままチーズを乗せてオーブンに入れて食卓に出すっていうこともやったりしています。あとはね、これもずっと愛用しているものなんですけど、ダルトンの計量器ですね。もう見た目がめちゃくちゃ可愛いですよね。ものすごく正確に測るのであれば、多分電子の計量器の方がいいと思うんですけど、ざっくりこう測っても大丈夫なお料理の時はこちらを使っています。もう普通にキッチンに並べといて、インテリアとしてもすごく優秀かなというふうに思います。今回やっとこの木製のカトラリーのメンテナンスができたのが、あーやっとできたっていう感じで、ずっとメンテナンスしてあげたいなというふうに思ってたんですけど、ようやくですね、してあげることができました。1日経って結構乾燥して、もう元の本当に売ってた時と同じぐらいの自然なツヤが戻ってきたので、ナッツオイルもね、1000円から2000円ぐらいとかで買えるので、1本あるといいかなというふうに思います。なんかね、こうやってメンテナンスをしてあげると、すごくこう愛着がどんどん湧いてきて、なんか木製のカトラリーって口当たりとかも温かみがあって、すごく好きなんですよね。はい、今回は新しく買ったキッチンアイテムだったりとか、愛用しているもののメンテナンスをご紹介してみましたが、いかがでしたでしょうか。もし皆さんのおすすめのキッチンツールだったりとか、可愛い食器屋さんとかあったら、コメント欄でぜひ教えてください。それではまた来週我が家でお会いしましょう。ニコでした。